ンチェン・ラマ10世、1989年中国政府の用意した原稿を無視して、痛烈に政府批判をする演説を行い、その5日後に心筋梗塞にて死去。雇用法、自由化を求める学生運動にも理解を示し、その求心力になり得る人物であった。1989年心筋梗塞で倒れ、1週間後に死去。天安門事件は、雇用法の追悼集会が発端になった。李克強、胡錦涛前主席の後継者と目される人物であり、経済にも明るく、反習近平派の求心力となり得る人物であった。2023年10月心臓発作により死去。これらの心筋梗塞、心臓発作がただの偶然だと思いますか？よろしければコメント欄に皆さんの意見を聞かせてください。